薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それともお注射もう一本行くか。あ、カメラが気になるか。まさか可視化法なのに期待してるのか。聞かれたら答えろと言ってるだろ。異謀に脅迫、名誉毀損、凶器準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。そうか、サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。失礼。この先は。地検特捜部の新島です。検察、何の用です。いいから通して。緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島さえ検事ですか。たった今お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ、ケンジさん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。
だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口がわからなかったから。裁判に使えるかは問題じゃない。知る必要があるの。これは私の仕事なんだから。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、全てをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです。このゲームに打ち勝ち、世界を。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して。